すまない、待たせたかな。いえ、私もさっき来たばかりなので。すみません、急にこんなところに呼び出したりして。忙しいのは知っているんですが。構わないよ、マネージャーがアイドルを優先するのは当然だから。ありがとうございます。あれ、てっきり、そうですね、私は認めてませんが、みたいなことを言われると思ったんだが。茶化さないでください。言いませんよ、そんなことは。もう。そうか、ってことは俺はようやく琴乃にマネージャーとして認められたってことかな。はい。それよりどうしても言いたいことがあったんです。寮だとみんなもいるから。メンバーには聞かせたくない話、一体どんな話が飛び出してくるのやら。あの、マネージャー、ありがとうございます。私はアイドルとして、月人の一員として最高のデビューを飾れたと思っています。私や他のメンバーだけではきっと、いいえ、間違いなくここまで来られなかったです。マネージャーのおかげです。だから、その、ありがとうございます。それを言いたかったんです。何か言ってください。ああ、そうだな、琴乃の口からそんな言葉が出ると思っていなかったから正直戸惑ってる。あ、でも同時にすごく嬉しく思ってる。そんなことを言ってもらえるなんて、マネージャー冥利に尽きるよ。ちょ、マネージャー、大げさすぎます。もう、そんな嬉しそうな顔までして、気を緩めないでください。私たちはまだスタートしたばかりなんですよ。私の、いえ、私たちのマネージャーがそんなんじゃ困ります、みたいなことは昔お姉ちゃんは言いませんでしたか。その様子だとやっぱり言ってたんですね。お姉ちゃんの言ってたことは本当だったんだ。マナは？はい、時々家に帰ってきた時にアイドルのこととか寮でのこととか聞きたくないって言っても一方的に聞かせてきて、マネージャーのこともたくさん話してました。最近まで忘れてましたけど。私、ここ好きなんです。街の光がまるでサイリウムの光みたいで、高台というステージに立っている私をたくさんの人が応援してくれているように思えて。お姉ちゃんはもっとたくさんの光を浴びてステージに立っていたんですよね。私も、うん、私たち月のテンペストもお姉ちゃんと同じステージに立てると思いますか。お姉ちゃんと同じ景色を見ることができると思いますか。思わない。琴乃たちが見る景色はマナとは違うものになるんだ。もっと見晴らしが良くて美しい景色だと俺は思っている。マナが見ることのできなかった頂点からの景色はきっと琴乃やみんなが眺められるものなんだ。はい、マナに追いついて追い越そう。マナもきっとそう望んでいる。はい、マネージャー、これからも私たちを支えてください。琴乃の目には強い意志の光が宿っていた。これならきっとどんな困難にも立ち向かえるだろう。